複雑そうに見えてかっこよくて、で分かりやすくて楽しくて、でも深い。どんな音楽ジャンルの人とでも作品が作れる方、最終的にはもう野村作品としか言いようがないものだと思います。今を生きている人たちの問題を提起したり、心を何か癒したりとかっていうことができないと、なんか音楽で発信をしている意味が本当にあるんだろうかって。人間がやっぱりこういろんなものの刺激によって人に与えることもできるけれども、与えてもらうこともすごく大きいので、人との触れ合いを大事にしていい意味で刺激して変わっていきたい。音楽と社会ってどういうふうに関わればいいんだろうとか、劇場と地域の住民とか劇場に来られる方と、まあ、音楽家ってどういうふうに関わっていけばいいのかっていうことはもう必然だと思っているので、別々には存在できない。言葉ではない音というものを通して人に勇気を与える、またはこう癒しを与える、いろんな方々がそれをこう感じ取ることでプラスになってもらうっていうふうなことが、本来の、オーケストラのあるべき姿だと思います。いろんな考え方とかいろんな人種の人とかが、まあ、一緒に暮らしていく、その中で折り合いがつかなかったりつくことがあるっていう時に、まあ、音楽もそういう一つの中心じゃなくて、たくさんの複数の中心があって、複数の中心、複数の存在、そういうものがどうやって折り合いつけていくかってことが僕が音楽で大きなテーマにしていることで、それはなんか現代社会が抱えていることと、まあ、パラレルにあると思ってます。Thank you.
これから私が上から下に手を下げる下げ弓で弾くときに皆さんよいしょって一緒に声をかけてくださいね。上から下に下げる弾き方は下げ弓と言います。で、下から上に上げる弾き方は上げ弓と言います。皆さんは私の手が上から下に下がる時の下げ弓の時によいしょって言ってくださいね。
ベートーベンはお客さんが静かに受け身になって聴いてる音楽ではなくて、心の中で歌うとか一緒になってやってなくてもやっている、まあ、そういう音楽なんだなっていうふうにすごい思ったんですよね。Thank you.
僕にとって音楽っていうのはすごく身近なもので、演奏するとかそれを聴きながら体を動かすとかって言って、すごく体と直結している。体を動かすっていうのは僕たちが日常で生活しているってこととも直結している。その結びつきをどういうふうに、まあ、失わずにいくか取り戻していくかみたいなことは結構大きなテーマとしてやっていると思います。オーケストラっていうその専門家集団のポテンシャルっていうのを僕はすごく感じてるし、決してそのオーケストラとか現代音楽とかあるいはクラシック音楽みたいなものが、自分と違う世界にいるんじゃなくて、本当に自分の今生きてる、この世界と一緒、同じところにつながってるっていうことを、きっとそういうことを共感してもらいやすいんじゃないかなと思います。やっぱりいろんな角度でオーケストラサウンドをこう皆さんにお聞きいただく、または一緒に何かを作り上げるっていうようなことを、やはりもっともっとこうたくさんしていくというふうな形になるのが、このオーチャードセンチュリーの存在意義につながるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういうふうなオーケストラになれたらいいなと思ってます。